初代エイドリアン男爵エドガー・ダングラス・エイドリアンは、イギリスの電気生理学者、メリット勲章勲釈師、王立協会フェロー。神経細胞の機能に関する発見により、チャールズ・シェディントンと共に1932年のノーベル生理学・医学賞を受賞した。エイドリアンは、イギリス政府の法律顧問だった、アルフレッド・エイドリアンの息子として、ロンドンで生まれ、 ウェストミンスタースクール、ケンブリッジ大学トリニティカレッジで自然科学を学んだ。その後、人生の大半をケンブリッジで過ごした。1915年に医学課程を終了し、第一次世界大戦中はロンドンのセントバーソロミュー病院に勤め、戦争神経症などの精神病を患った兵士の手当てに当たった。エドリアンは1919 19年にケンブリッジに戻り、 1925年から人間の感覚器官における神経インパルスの研究を始めた。彼は1923年6月14日に精神医療従事者のヘスター・アグネス・ピンセントと結婚し、娘と男女の双子に恵まれた。長女のアン・ピンセント・エイドリアンは後に生理学者のリチャード・ケインズと結婚した。長男のリチャード・ヒューム・エイドリアンは生理学者で、 父親の男爵位を継いだ。次女のジャネット・エードリアンは後に、キャンベルと結婚した。先行するキース・ルーカスの研究を引き継ぐ形で、彼は神経信号を拡大するために、防災間電位計とブラウン管を用い、身体的な刺激によって、神経繊維の電気的な信号が弱まることを記録するのに成功した。1928年に、偶然、エードリアンは、 細胞内にも電化が存在していることを証明した。彼は次のように語っている。1928年に出版された論文では次のように述べられた。一定の刺激下に置かれた皮膚細胞の興奮は初めは強いものの時間とともに低下する。一方刺激点からの神経インパルスの強度は強いままであるが何度も経験すると頻度が低下し、 大脳が感覚としての認識を減らす。この結果を神経への刺激による痛みの研究に適用し、彼は大脳での神経信号の受信と大脳皮質において感覚を司る動物ごとの領域を明らかにした。この研究は体制感覚におけるホムンクルスと呼ばれる感覚地図の概念につながった。その後エイドリアンは、 ハンスベルガーが存在を報告した脳波の研究を進め、人間の脳の電気活性として、脳波を定義する現在の概念を確立した。異常バーガーリズムに関する彼の研究が、転換や他の大脳病理学に関する一連の研究を大いに推し進めた。彼は最後に嗅覚に関する研究を行った。彼は研究の過程において様々な賞や地位を得た。 1923年に、王立協会のフェロー。1934年に、ロイヤルメダル。1937年から51年までは、ケンブリッジ大学の生理学の教授。1946年に、コップリメダル。1950年から55年には、王立協会の会長。1951年から65年には、ケンブリッジ大学トリニティカレッジの学長。 1967年から71年にはケンブリッジ大学の総長を務めた。1942年にメリット勲章を受章し、1955年にはカウンティオブ・ケンブリッジにおけるケンブリッジのエイドリアン男爵にジョイされた。ありがとうございます。